高子コタと先キ兄弟岩吉爺さん講師と夏江の夫と夏江原爆の子は1952年8月6日公開の日本映画である近代映画協会制作北西配給監督は新藤兼人と主演は音羽信子。モノクロスタンダード97分長田真が編纂した作文集 原爆の子広島の少年少女の訴えをもとにした作品で戦後初めて原爆を直接取り上げた映画とされている。作文集原爆の子広島の少年少女の訴えの映画化として近代映画協会と日教祖から企画が持ち上がる。新道は映画長崎の鐘で脚本を手掛けたが GHQ の検閲により場面をいくつか削除されている。そこで 検閲解除後に再び映画制作を起とした。一時は日教祖との共同制作の話もあったが、神道の脚本に原爆の真実の姿が広く知らされないと難色を示し、両者は決裂。日教祖は広島を制作している。1952年8月6日に公開。原爆投下7年後も続く被爆者の苦しみに、 焦点を当てた作風が高い評価を受け、制作費300万円の独立プロの作品としては、異例の配給収入5000万円を上げる。また文部省特選映画にも選定された。1945年8月6日、広島に原爆が投下され、当時広島に住んでいた石川隆子は、家族の中でたった一人生き残ったのである。戦後、 瀬戸内海の小島で小学校の教師をしていたが、原爆被災の頃に勤務していた幼稚園の園児たちの近況について、消息を確認したいと思い、小学校の夏休みを利用して、久しぶりに故郷広島を訪れる。講師は元暴行人の岩吉と再会するが、彼は顔にケロイドが残り、視力を失っていた。講師は園児たちの今を知るべく、彼らを訪ね歩く。 原爆症で父親を亡くしたばかりの子、教会に引き取られ白血病に苦しむ子。講師は岩吉の死後、孤児院に預けられていた孫の太郎を引き取り、帰りの船に乗る。1953年、カンヌ国際映画祭に出品された。しかし、外務省は、アメリカの対日感情を刺激することを恐れて、西村熊尾中仏大使に、主催者からの参加拒否の依頼。 参加の場合も受賞は辞退とするように伝報を送ったが、フランス外務省と協議した西村は政府が介入すれば、かえって世界の注意を引くだけであるから、取扱いは映画祭当局の判断に任せる方を適当とする一見一致したとして、そうした工作は実行されなかった。また、西ドイツでは反戦映画として、 軍当局に没収されるなど各国で物議を醸したが、原爆許すまじ、という世界の声に合致し、各国で大きな反響を呼び、1954年には第8回カルロビバリ国際映画祭で平和賞、1956年には第10回英国アカデミー賞で国連平和賞やポーランドジャーナリスト協会名誉賞など多くの賞を受賞し、世界において、 半角映画の第一号となった。現在もこの映画はヨーロッパでたびたび上映されている。アメリカでは1995年にカリフォルニア州の大学の博物館で上映。2011年にはニューヨークシブルックリンクで上映された。ありがとうございます。